こんにちは、りょうこばあばです。今回はコースターをね、編もうかなと思います。編む糸はですね、以前買っていた、ニューエンジェルコットン綿 100% ですね。で、コットンが綿が 100% で、25g ですね、約 25g で糸の長さが 65m ありますね。で、かぎ針で編むので、使用かぎ針は3号から4号。今回は3号で編もうかなと思います。今から編みますね。まずね、図面下手なんですけど、こんな感じで、輪の中に細編みを6目、1、2、3、4、5、6目、6目して、段ごとにね6目ずつ増やしていくんですけども、だいたい円の編み方なんですが、円の編み方は増やし目をこう6箇所で段ごとにこう増やし目をね変えていくので円の形になるんですけど、今回編むコースターは増やし目をこの1箇所でね1箇所でするので、段ごとでも1箇所でするので、六角形に、ね、なります。今から編もうかなと思います。指に2回巻いて細編みを輪の中に6目、1、2、3、4最初の目に引き抜きます。で、2段目は立ち上がって12目にしますね。円の編み方と増やし目は、増やし方は一緒ですね。段数の目数も円の編み方と一緒です。2段目は12目にします。12目にしたので最初の目に針を入れて引き抜きますね。これで、2段目ができました。今から3段目を編むんですけども、この図は、細編みを6目しましたよね。その6目の中の1目をこう、1目の図を書いているので、この図を参考に、6回です。参考にあと5回ですね。5回この編み方で編むので、まあ、1目の編み方の増やし目しか今回は書いてません。今から3段目を編みます。3段目は今、1目に2目増やして12目にしたので、この増やした目をまた1目増やして3目にしますよね。最初細編み、鎖編み、細編みで3目にします。立ち上がって細編み、増やし目で隣の目に細編み、次も細編み、鎖編み、隣の目に増やし目、細編みですね、細編み、鎖編み、細編み、細編み、鎖編み、細編み、細編み、鎖編み、細編み、あと2目残ってますので、細編み、鎖編み、細編み、これで18目になりました。次4段目ですね。4段目は細編み、
鎖編みを2回で細編みをします。立ち上がって根元に細編み鎖編みを2回たら、次の細編みは3段目の鎖編みの隣の目で、4目にしますね。3目を4目にします。そしたら次も隣の目に細編み鎖編みの隣ですね、隣の目に細編み鎖編みを2回細編みを飛ばした次の目、鎖編みですね、鎖編みを飛ばした次の細編みに細編みをします。細編み鎖編み2目前段の鎖編みの隣の細編み、鎖編みに2目鎖編みの隣の細編み、細編み鎖編み鎖の隣の最後の細編みに細編みを入れて終わります。で引き抜きますね。これで4段目ができましたね。5段目ですね。5段目は細編みで、この鎖編みの中に2目鎖編みの中に細編みを3目丸で囲んでるところは下の段前段の鎖編みの中に全部細編み3目を入れていきますね。立ち上がって細編みで、あとの細編み3目はこの鎖編みの中に1、2、3目で最後隣の細編みに細編みをし、3目細編みしたから次の細編みがね3目目の細編みで隠れるんですよね多少で、隠れてるから、目を飛ばしてここにね細編み しがちなんですけど、よく見たらすぐそばに細編みがあるのでこの中に入れます細編みを。で前段の4目を5目にしました。細編み鎖の中に細編みを3目、そしてちょっと見てこう手前にこうやるとこの目が見えるのでここに細編みで5目にしますね。こんな感じで、3目するときは鎖の中に3目をずっと入れていきますね。これで、1周してきます。5段目を編んできました。次6段目ですね。6段目は細編み細編み鎖編み2目細編み細編みで終わりますね。これを繰り返して、6段目を編みます。立ち上がって細編み細編みですね。細編み細編み鎖編み2目そして、1目飛ばして鎖に3目前段でしてるので3目のうちの真ん中の2目目を飛ばして3目目に細編みそして細編み、これでこの、この一画の6段目の模様を編みますね。細編み細編み鎖編み2目で1目飛ばして細編み細編み
細編み細編み鎖編み2目1目飛ばして細編み細編み、これをねあと3回ですね編んできます。6段目を編んできたので次7段目ですね。細編み細編みで前段の鎖編み2目の中に細編みを3回して細編み細編みで終わります。立ち上がって根元に細編み細編みで鎖編みの2目の中に細編みを3回1、2、3回、そして隣に細編み細編みで終わります。これをね、全部で6回ですね。細編み細編み、鎖の中に細編みを3目。3目。で、また細編み細編みで終わります。これをね、あと4回してきます。7段目を編んできました。次8段目ですね。8段目は、細編みを 1,2,3 回したら、鎖編みを2目して、残り3回細編み。と立ち上がって、根元から細編みを3回。鎖編みを2目で1つ飛ばして1、2、3、こんな感じですね。細編みを3回3回鎖編みを2目1つ飛ばして1、2、3ですね。あと4回します。8段目を編んできました。次9段目ですね。9段目は、細編みを 1,2,3 回したら前段の鎖編みの中にまた細編みを 1,2,3 目で残り 1,2,3 目でこの一画が終わりますね。立ち上がって1,2,3 目で鎖編みの中に1,2,3 目細編みをして残り1,2,3、これでここの一模様ですね。一模様ができました。でまた1,2,3で鎖編みの中にまた細編みを1,2,3で残り1,2,3、こんな感じで、まあ9目です。9段ですとこの一画をこう3目3目3目とまあ心の中でね言いながら次のこっちこう行く時にまた3目3目3目とした感じで行くと間違わずにできるんじゃないかなと思います。あと残り4回ですね。編んできます。9段目を9段目を編んできました。次10段目ですね。10段目は細編みを 1,2,3,4 目編んで鎖編みを2目編んで細編みをまた4目ですね編んでいきます。立ち上がって細編みを4目 1,2,3,4 目4目編んで鎖編みに2目ですね。
に。で一つ飛ばして細編みを4目。必ず1目飛ばしてくださいね。でまた1234目で鎖編みを2目1つ飛ばして細編みを4目4目これをあと4回していきます。10段目を編んできました。次11段目ですね。鎖編みを細編みを 1,2,3,4 目編んだら前段の鎖の中にまた同じように細編みを3目入れてあと残り4目を細編みをします。立ち上がって根元から1,2,3,4目編んだら、前段の鎖の中に鎖編みの中に細編みを3回であと残り4目を細編みします。4目こんな感じで同じようにね1,2,3,4目編みます。で鎖の中に細編みを3目で残り4目1,2,3,4目あと残り4回繰り返します。最後の12段目を編んできました。カットしますね。でサイズがだいたい10センチほどあったんですよね。10センチですね。で糸始末をして、まあね、編み上がった後はこんな感じでちょっとピタッとしてないのでアイロンを当ててから仕上げるといいと思います。アイロンを当ててきました。こんな綺麗にね、綺麗な六角形になりました。でこれでもいいんですけども、このね、あのコースターの一角にちょっとちっちゃいねお花をこうボンドでつけようかなと思ってるんですけども、このお花はですねこんな感じで編みためているお花なんですよね。ちっちゃいお花だったり、まあもう少しね大きかったり、これは、最近レジンを練習しているのでレジンの中に封入するためにこう小さいねお花を編んでるんですけども、この中からねこう選んでこの一角にねつけようかなと思います。で選んだお花はここにあるんですけども、こんな感じでね小さいお花を編んでたのでこれをね一角にちょっとつけて可愛くおしゃれにしようかなと思います。でここの、編み立ち上がりがありますよね。ここが立ち上がりなんですけど、立ち上がりのこの辺にねつけようかなと思います。今ボンドでねつけるのはボンドでつけるので、この裁縫上手でつけていこうかなと思うんですけど、こう置く配置の場所ですよね問題は。考えながらつけたいと思うんですけど、こう少しこうコースターよりも少しお花のね花びらが出るぐらいにつけようかなと思います。どっちがいいかな。ある程度こう置く場所を考え配置を考えてボンドをつけますね。まず大きいお花をこう2箇所つけてるんですよね。あとは周りにつけようかなと思います。
葉もねついでにつけるので、葉っぱもちっちゃいんですよね。感じで両脇につけて、あとは手前の方につけますね。置く配置とか決めるの好きですよね。好きなんですよね。彩りとかね、見ながら。に白いこのお花をつけます。こんな感じでつけました。別にねコースターにしなくても小物を置いたりねできますので、私はこういつもねシンプルじゃなくてちょっと可愛く仕上げたいなと思ってこれ編んだんですけども、こんな感じで小花をね編んでたのでつけることにしました。出来上がりです。でもう一枚ね作ってたんですけど、これですね、お花は違うんですけどね、こんな感じで黄色いね立体お花をとパープルとオレンジでのせて仕上げました。こんな感じでね違うお花をちょっとこう色をね選びながらこんなしてつけるのもまた楽しいひとときですよね。で今回はね立ち上がりのところにこうつけたんですけども、こっちはね立ち上がりちょっと気にせずにつけることに集中してこうつけてるんですけど、立ち上がりがここなんですよね。ちょっと目立つので、なんかねこうつけるときはこう立ち上がりの部分にこうこれがねあんまり目立たなくなるような感じでこの上にねつけられるといいと思います。こっちちょっと失敗したんですけど、こんな感じでシンプルなね六角形のコースターを可愛く仕上げてみました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。